なたのマナは、言霊は。僕は。あなたは。僕はケイだ。これは僕のために考えられた言霊。そして僕がケイである限り、お前たちの主は沈んだままだ。そうなの。面白くないの。本当に。そうよ、御影。この器を壊してしまえば、別の器に移ってくださるかしら。姉様、それは無理ではないかと。そう。普通の人の体では、奴の分け身玉は受け入れられない。小さな風船に水を詰め込み続けると、限界を超えたところで破裂してしまう。そして水は、器に従うものだ。ある種の付き物のように、水が器の形を変えてしまうこともままあるけれど、どちらにせよ、器、より代を持たない霊体は、己という形を保てずに、虚空へと帰っていく。いくら主とはいえ、分け身玉では長く持たないだろうね。じゃあ、やっぱり、分け身玉は諦めて、あの木の下の主様自身を、助け出すしかないよね。そんなことをさせるものか。宇月さん、あなたが僕を切りたがっているのはわかるけど、五越同宗というわけか。別に僕はあなたのことを嫌っているわけでも、敵とみなしているわけでもないんだけどね。私にエイチリベンソーカン。力でこさえた障壁に私たちの姿を映した。まやかしではあっても幻ではない確かな現象。
私の力で治してあげるから。だからケイちゃん、死なないで。Yeah!